ポルシェ956。ポルシェ956は、ポルシェが1982年に発行した FIA の新規定グループ C に合わせて作ったプロトタイプレーシングカー。特に、いわゆる C カーである。開発責任者は、ノルベルトジンガー。ワークススペックが10台、カスタマースペックが1983年型12台、モトロニックを搭載し、 956バイトとも言われる1984年型6台の計18台が製作された。なお、956C は誤りである。ポルシェは1976年に世界スポーツカー選手権参戦用にグループ6規格のスポーツプロトタイプカー、ポルシェ936を開発、製作した。ポルシェは世界スポーツカー選手権の参戦を1年で切り上げ、 その後は、ルマン24時間レースでのみ936のレース活動が行われていた。1982年から新たにグループ C 企画で世界耐久選手権が行われることになり、ポルシェは936に代わるスポーツプロトタイプカー、956を開発、製作した。 デビュー年の1982年はワークスのみが956を使用したが、1983年から有力なカスタマーチームにも販売されるようになり、956の後継者、ポルシェ962と共に世界中のスポーツカーレースで踊らした。935-76型。ポルシェがインディ5 0 3 0用に開発したソラスイレー。 水平対向6気筒、シングルターボの935-72型エンジンをツインターボ化したもので、ポルシェ935-81に搭載されたものをほぼそのまま流用し、1982年にワークスが1983年にはカスタマーチームがそれぞれ使用した。排気量は 2650cc でヘッドのみ水冷である。 左右3気筒ずつを担当する2個の軽 k 形成、K26 の 3060G ターボチャージャーを装着し1.2バールに加級し、圧縮比7.2、650PS、8200RPM。ただし1982年のルマン24時間レースでは、燃費向上のため加級圧を1.1バールとしている。 エンジンマネージメントシステムは当初、ボッシュモトロニック MP1.2 を使用する予定だったが間に合わず、クーゲルフィッシャー製機械式インジェクションを使用した。ディフューザーの傾斜角を確保するため、エンジンを前傾させて搭載している。1983年には、バランスチューブでサージタンクを接続し、左右のサージタンク内の下級圧が均等になるよう改良が行われた。 935-82型。935-76型のエンジンマネージメントシステムを、ボッシュ製のエレクトリックコントロールユニット、モトロニック MP1.2 により電子制御化したもの。冷却方式も、それまでのシリンダーヘッドだけが水冷だったものから、シリンダーブロックも含めた全水冷に変更された。ワークスが百八十二年のシーズン後半に、 使用後、1983年から使用。1984年からは、カスタマーチームにも供給された。1984年には、ツインインジェクター化された。また、1986年には、排気量を2.8リットルに拡大されたものが、カスタマーチームに供給された。956のエンジンは、ミッドシップに搭載され、燃料タンクは、 シート後部に配置される。ラジエーター、インタークーラーなどはコックピットの側面に装備されている。ポルシェは936までは交換スペースフレームのシャシーを使用していたが、グランドエフェクトによるダウンフォース増大に対応するため95、956でポルシェでは初となる人中部式のアルミウムモノコックを採用した。モノコックはアルミ板を リベットで接続、接着剤も使用し、組み上げたもので重量に比して高い剛性を得ることができた。サスペンションは前後ともダブルウィッシュボーンで、リアサスペンションのコイルスプリングは、ディフューザーのアップスイープに干渉しないように、アッパーアームの上部に配置されている。カウルは1982年製作のものは FRP を使用していたが、 1983年製作のものから、ケブラーに材質が変更され 17kg の軽量化が図られた。ホイールは前後とも16インが標準であったが、962C 登場後、性能向上を目的に 962C のリアサスペンションとリアカウルを使用するチームが多くなった。ポルシェ 944LM 開発時に、 制作したシンクロ付き5速 MT。グループ C が燃費フォーミュラであることから低ドラッグであることが求められ、ポルシェとしては初めてグラウンドエフェクトカーとして制作された。水平対向エンジンは横幅があるためグラウンドエフェクトカーには不向きであるが、エンジンを5度前傾させて搭載しディフューザーのスペースを確保した。また、フロント床下部にはポルシェハンプと俗称される。 逆浴場のくぼみを設けている。これはフロントベンチュリとして機能し、床下の気流の流速を維持する効果があるという。リアウィングは垂直安定版を介して、カウルに装着される。約 6km の長い直線が特徴だったルマン24時間レースにおいては、速度性能を重視し、低ドラッグ、低ダウンホースのローウィングロングテール仕様の機材が用意された。ただし、 延長されているのはテールカウルのみであり、そこにマウントされるリアウィングの高換水線位置に変更はない。これは全長が 4800mm 以内というレギュレーションによるものであり、よってノーマル機材とルマン機材、いずれも全長は同一である。ポルシェハンプは採用されていない。1982年、1983年、 1984年、1985年、1986年、956のデビュー年である1982年はワークスのみが956を使用した。デビューレースは WEC 第2戦、シルバーストン6時間で1台のみエントリーされた。予選でポールポジションを獲得するものの、レースでは燃費に苦しみランチアの3周遅れの2位に終わった。 第4戦、ルマン24時間には3大エントリーで参戦した。レースは、ランチアゼは、序盤のうちにリタイア。コスワース DFL を搭載したフォードワークスと、プライベーターもエンジンのバイブレーションに悩まされて、低迷する、チューポルシェは、盤石のレース運びを展開。カーナンバー順に1から2から3フィニッシュでコールし、ルマン24時間の連覇と956の、初勝利を記録した。 ポルシェワークスは、その後、第5戦、スパ 1000km、第7戦、富士6時間、最終第8戦、ブランズハッチ 1000km に勝利しメイクスと、ドライバーの2冠を獲得した。ポルシェワークスは、WEC のほか、DRM 第7戦のリスリンクにヨフヘンマスの、ドライブで出場し優勝。11月6日開催のキャラミック時間にも参戦し、いクスマスミ。 デレックベル、バーンシュパン組の順で1から2フィニッシュし、シーズンを終えた。1983年シーズンからワークスに加え1982年型の956を購入したカスタマーチームも WEC に出場するようになった。ワークスの956はエンジンの電子制御化が行われ競争力がさらに向上した。 開幕戦のモンツァ 1000km ではカスタマーチームであるヨーストレーシングが独自にターボブーストを上げたエンジンによってワークスポルシェを破って優勝した。しかしその後のレースではワークスポルシェが巻き返して第2戦シルバーストン 1000km 第3戦ニュルブルクリンク 1000km を連勝。ルマン24時間でも1-2で3連覇を決めた。 ルマンではカスタマーの956もそれぞれ高成績を残し9位のザウバー以外のトップ10 956が独占したワークスポルシェはルマン後の第5戦スパ 1000km 第6戦の富士 1000km 第7戦キャラミ 1000km に勝利し前年に続いてメイクスとドライバーの2冠を獲得した ヨーロッパ耐久選手権が1978年以来5年ぶりに開催された。WEC のヨーロッパラウンドに単独開催の3レースを加えた全8戦で争われ、ヨーストからエントリーのボブ・ウォレックがワーク勢を抑えてタイトルを獲得した。ウォレックは全6戦で争われた DRM でもタイトルを獲得した。インターセリエでは ウォルター・ブルンとウォレックがそれぞれ勝利を記録した。また、DRM 第4戦と同日開催のノリスリンクのノンタイトル戦でワークスポルシェのステファン・ベロフ優勝した。北米で開催のカンナム第3戦ロードアメリカ第5戦モスポートにジョン・フィッツ・パトリックが参戦し、ロードアメリカで優勝し、モスポートでも3位に入賞した。 1983年から日本でもグループ C 車両が参戦可能な JSPC が開催されるようになった。このシリーズにトラストノバ956がエントリーした。トヨタ、日産もグループ C カーを開発し、シリーズに参戦したが実力差は歴然としており、トラストノバは開幕戦の鈴鹿 500km、第二戦の鈴鹿 1000km を連勝。 第3戦 WEC ジャパンではポルシェからワークススペックの935、76型エンジンとポルシェハンプのついたアンダーフロアの供給を受け2台のワークスポルシェに次ぐ3位にハイリシュパンがタイトルを獲得した。また富士のみの参戦で行われたロングディスタンスシリーズでも全勝しチームタイトルを獲得した。前年と同様ワークスポルシェとカスタマーチームが WEC に参戦した。ポルシェは1983年型のワークス仕様の956をカスタマーに販売した。1983年シーズンと同様ワークスポルシェが強く、開幕戦、モンツァ 1000km、第2戦、シルバーストン 1000km と連勝。しかし、ポルシェはフィザがイムスサとの交流を考え年筆制廃止を検討している子に反発し、 第3戦、ルマン24時間を欠場することになった。そのルマン24時間は、ヨースと956が優勝し、956は3年連続優勝を果たした。また前年と同様に、カスタマーの956が上位を独占した。ルマンを欠場したワークスポルシェは、ルマン後の8レース中5レースで優勝し、3年連続でメイクス、ドライバーの2冠を獲得した。 全6戦で争われた1984年シーズンの DRM で956は圧倒的な存在であった。前戦で956が優勝し、ワークスポルシェとブルンからエントリーしたベロフがタイトルを獲得した。またインターセリエでは、ヨーストのアンリ・ペスカロロとブルンのハンス・ヨア・ヒムスタックが勝利を記録した。DRM 開幕戦の前日にノリスリンクで、 行われたノンタイトル戦ではクレマーのマンフレッド、ビンケルホックが優勝した。2年目の JSPC には、トラストノバに加えシーズン中盤からアドバンアルファノバと、フロム A が参戦するようになり956のエントリーが増加した。開幕戦、鈴鹿 500km で、トラストノバが優勝し、第3戦、鈴鹿 1000km では、アドバンアルファノバが初優勝を記録。 第4戦 WEC ジャパンでは、ワークスポルシェ956が連覇。トラストノバも2年連続の3位入賞を果たした。956はシーズン通算 3, 3勝を挙げるも、タイトルは、オートビューレック、ロテック BMW の長坂直樹が獲得した。しかし3戦シリーズで行われた、富士ロングディスタンスシリーズでは、トラストノバが2勝を記録、2年連続でタイトルを獲得した。 1985年から安全対策のための新規定が施行され、ポルシェは新規定に対応した 962C を開発、製作し、ワークスポルシェは 962C を主に使用するようになった。この新規定は2年の猶予期間が与えられたため、多くのカスタマーチームは956を継続使用した。開幕戦、ムジェロ 1000km は、 ワークス 962C、第2戦、モンツァ 1000km ではクレマーの 962C、第3戦、シルバーストン 1000km でもワークス 962C が優勝と956を使用する、カスタマー勢の劣勢が続いたが、第4戦、ルマン24時間では、ヨースと956が連覇を達成。RLR の 956GT も2位に入った。だが、 ルマン後は再び 962C の優位が、続きワークスの 962C が6レース中5レースで優勝。956はルマンでの1勝のみに終わった。前10戦で争われたインターセリエではヨーストからエントリーのヨッヘンマスがタイトルを獲得した。大半のレースをインターセリエとのダブルタイトルで開催した DRM でもマスがタイトルを得した。 1985年から JSPC と富士ロングディスタンスシリーズは統合され、JSPC の富士開催レースは JSPC とロングディスタンスシリーズのダブルタイトルとして開催されるようになった。956J ではトラストが自社でメンテナンスを行うようになり、第3戦からアルファキュービックが参戦を開始した。一方、 アドバンアルファノバはマシモ956から 962C に切り替えた。そのアドバンアルファノバ 962C が1985年の JSPC の主役となった。3勝を挙げて高橋国光がタイトルを獲得。956J ではトラストが第2戦富士 1000km で挙げた1勝にとどまった。1986年から耐久レースだけではなく、 スプリントレースも含めて世界選手権が開催されるようになり、シリーズ名が WEC から世界スポーツプロトタイプカー選手権に変更された。ワークスポルシェは引き続き 962C を使用し、カスタマーチームも956と 962C を併用するようになった。また、シーズン中盤からカスタマー向けに排気量を2.8リットルに拡大した。 ソラ水冷エンジンが供給されるようになった。1985年シーズン、956は、ルマン24時間の一生のみに終わったが956にとってのラストシーズンである1986年は、盛り返してヨーストが第4戦のリスリンク、最終第9戦、富士 1000km で優勝、RLR も第5戦、ブランズハッチ 1000km で優勝と、 マシン別では 962C の4勝に次ぐ3勝を挙げた。DRM に代わる新シリーズとしてスーパーカップが開催されるようになった。ワークス 962C が強く956、イはヨーストのクラウス・レドビックによる1勝に終わった。インターセリエではヨーストからエントリーのジョン・ビンターがタイトルを獲得した。 11月22日開催のノンタイトル戦、キャラミ 500km では、ヨーストのピエル・カルロ・ギンザーニが 500km を一人で走り切って優勝した。前年と同じくトラスト、フロム A、アルファ・キュービックが956で JSPC a に参戦した。1985年と同様アドバンアルファ・ノバ 962C が強く、開幕戦、第2戦と連勝。 956勢もトラストが、第3戦、富士500マイル第6戦、富士 500km に勝ち、フロム A も第4戦、鈴鹿 1000km で、初優勝を記録した。また WEC ジャパンではヨーストが優勝するなど956勢が巻き返しを図ったがイトルは2年連続で、アドバンアルファノバ 962C の高橋国光が、獲得した。 1983年の全日本耐久選手権に、ノバエンジニアリングが、ルマン用、ロングテール仕様のトラストポルシェ956を参戦させ、富士 1000km でのデビューイン1個ほぼ全勝の、輝かしい戦を残した。同年秋に開催された、世界耐久選手権シリーズ中の一戦、WEC ジャパン。富士 1000km には956勢の中でただ一台。 ロングテール仕様で参戦。低ドラッグによる燃費の良さを生かして、改装を見せ、同じカスタマー仕様の956を使用する、海外の各有力プライベートチームを上回り、燃費、パワーの点で有利なボッシュモトロニック MP1.2 を使用するワークスチームに次ぐ3位入賞を果たした。ヨーストをはじめとする海外有力プライベートチームも、 参加する中での三位入賞は、日本のプライベートチームのレベルの高さを示すことが、来たとされ、翌年以降、他の国内プライベートチームにも九百五十六が、提供されることになった。九百八十四年以降は、国内プライベートチームも、大幅に増加し、トヨタ、WRCO グループ B セリカにも使用されていた、四 t G ターボを転用したトムス八十三 c 日産、日産、スカイラインターボ C や、マーチ製車足に、LZ20 バイトターボを搭載したマーチ 83G のワークスチームを相手に圧倒的な強さを示し続けながら、国内耐久レースを盛り上げた。JSPC に参戦する各日本メーカーは、自らのグループシーカーの開発にあたって、ポルシェのグループシーカーからのノウハウ吸収に努めた。 トヨタは1983年にトラストから借り受けた956を実写風土にかけ、956とトムス83シートの空力性能の差の大きさを知り、マツダのワークスドライバーだった片山義美は956の強さの秘密を探ろう。1984年に1年だけトラストポルシェで JSPC に参戦した。日産に至っては、 後継の 962C のエンジンを購入し分解することまでした。956は日本メーカーのシーカーの開発に多大な影響を与えたと言えるだろう。さらに956、962C の国内のプライベートチームへの提供によって起きた国内耐久シリーズの盛り上がりはトヨタ、日産のルマン24時間レース参戦へと発展していった。 956と 962C は国内モータースポーツ界の発展に大きな功績があったと言えるだろう。ノバの森脇元康は956についてマシンに6ヶ月保証がついている。エンジンに 6000km までオーバーホール不要の保証がついている。エンジンのオーバーホールがポルシェの一般車と同工場で行われるため費用が格安であること。 WEC 前線にポルシェからサービスカーが派遣されスペアパーツがその場で購入できるなどアフターセールの良さについて絶賛している。グループ C の安全規定が変更、ドライバーのつま先がフロント車軸より後ろになくてはならないされたことにより956は1987年以降は出場できなくなり、 この規定に沿ってモディファイされた後継モデルの 962C にその座を譲り渡した。しかし、実質上は 962C は956のエボリューションモデルという位置づけになるため、基本的には同一車種としてみなすことができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。